話って何？ああ。だから話って。好きだ。エルフとか人間とか種族なんか関係なく、アルティナが好きなんだ。ちょっと待ってよ。意味分かって言ってるの？当たり前だろ。違う、全然分かってない。え、エルフにとって霊樹の下での約束は婚姻の誓いの意味があるのよ。え、そうだったの？俺知らなくて。そうよ。だから取り消すなら今のうちよ。今のはなしですって霊樹に言って。まだ間に合うから。わかった。やっぱり待って。俺はアルティナが好きだ。ちゃんと意味わかってるつもりだけど。もう取り消せないよ。それでも構わない。レイジ。なんだよ、ため息なんかついてさ。なんだかほっとして。こんな風に分かり合えるなら、もっと早く言えばよかったなって思ったの。他のみんなともこんな風に分かり合えるのかな。こんな風っていうのは、別にレイジ以外の男の人とって意味じゃなくて。分かってるって。本当？ああ、それに手伝うよ。アルティナがみんなと分かり合えるまで俺がずっとそばにいる。ありがとう。じゃあ行こうか。待って。え？もう少しその離れて歩かない？まだちょっと恥ずかしくて。あれ、俺たち分かり合えたんじゃないの？そうだけど。まあいっか、時間はたくさんあるんだしな。少しずつ慣れていこうな。うん。